僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。
僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。ひやささあいやなきちあいや。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りします。ただいまお帰り、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らの2014年10月26日日曜日、時刻は9時8分になりました。観光情報番組読谷ラジオ450回目の放送、ナビゲーターの正也でございます。おとつい金曜日から読谷祭り開催されておりまして、観光情報番組読谷ラジオ、昨日今日とその祭り会場からの放送となります。沖縄県41の市町村の中の一つ、ここ読谷村、読谷村祭り会場からの生中継、今日もお届けいたしますよ。読谷祭り、今年で第40回目を迎える記念大会ということで、今年はなんと前夜祭も含まれておりました。金曜日は、県内で活躍するアーティスト、そして県外で活躍するアーティストの方々を、招いてのライブ演奏行われましたけども、かなりの人が、この前夜祭に訪れ、そして昨日もね、多くの方がこの、会場に、読谷祭り会場にお越しになられました。で、昨日は、赤インコ琉球古典音楽ということで大演奏会がね、舞台で繰り広げられましたけども、今日もね、舞台イベント、そして出展ブース盛りだくさんで皆さんにお届けしていくので、ぜひ読谷に遊びにいらしてください。昨日このラジオを聞いて東京から遊びに来た、ご家族もいましたけどもね、皆さんもぜひ、このラジオを聞いているのであれば、もう読谷祭りに来るしかないということでね、いろんな情報をゲットしていただきたいと思いますよ。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして沖縄県、地元の方々にここ沖縄県読谷村の良さをお伝えしていく番組でございます。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきますよ。この後の番組の流れをご紹介しましょう。この後ちょこっとだけドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えします。で、 CM を挟みまして、読谷何でも調査団をお届けしますけども、これコーナーなんですけども、読谷祭り40回大会を記念して、この祭り会場以外でもいろんな
イベントが行われました。その様子を皆様に CM 宛てにお伝えしていこうと思っております。この番組でしか聞けない情報盛りだくさん、ね、このラジオを聞かなきゃ損、読谷損、来ないと損ということで、本日のナビゲーター私雅也でございます。さあ時刻は9時11分になっております。観光情報番組読谷ラジオ、本日の放送もここ読谷祭り会場からお届けしておりますよ。ちょこっとしか勝てれないんですけども、本日のドライビングナンバー、この曲お久しぶりね、いきましょう。さあ本日のドライビングナンバー、シュガーソウルガーデン。さあ本日のドライビングナンバー、なんか久しぶりに聞きますね、シュガーソウルガーデンお届けしております。さあ今日の放送もここ読谷村祭り会場から生放送でお送りします。今日のイベントも、舞台で行われる読谷祭りのイベントも盛りだくさんでございますよ。 FM 読谷のブースも見に来ながら読谷祭り、読谷村を、感じて味わっていただきたいと思います。はい、いらっしゃいませはい、多くの方々が、読谷祭り会場に来てくれることを願いつつ、一旦 CM を挟みまして、読谷祭り40回大会を記念して行われたいろんな、取材音源を情報を皆様にお届けしていこうと思っております。観光情報番組読谷ラジオ、最後まで聞いてくださいね。ということで一旦 CM やいびん。
観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。時刻が9時18分に、なっております。ここで気になる今日の天気、皆様にお伝えしましょう。まずは天気概況からです。沖縄本島地方では26日夜の初め頃にかけて、発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄本島地方は気圧の谷の影響で、曇り雨の降っているところがあります。26日は気圧の谷の影響で沖縄本島地方は曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴う見込みです。発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。本日の天気、26日南の風のち北の風、曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うと出ております。しかし本日の日中の最高気温29度となっておりますよ。午前中降水確率 50%、午後は 60%、 ただし夕方からは 30% と低くなっておりますね。祭り会場に、皆さん来る際には濡れない格好、もしくはね、その雨対策を、やりながら来た方がいいのかなというふうに思いますよ。以上、天気予報を皆様にお伝えしました。読谷なんでも調査団。読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発展と触れ合い、あなたの知ってよかった、へえそうなんだの枠を広げる読谷なんでも調査団でございます。読谷祭り第40回目記念大会ということで、この祭り会場以外でもいろんなイベントごとが読谷村内で行われております。昨日ですか、このイベントが行われたのもということで、今日はですね、なんと、世界遺産に登録されているザキミ城跡でですね、はい、空手が行われたというですね、ことで、まずは、ユーストリーム動画でも、今配信をしますので、インターネット環境がある方はぜひ動画を見ながら、ね、音声を楽しんでいただきたいと思います。そういう環境がない方は私がなるだけ言葉で伝えていこうと思っておりますので、まずはこちらお聞きください。どうぞ。はい、おはようございます。10月25日、沖縄空手の日ということでですね、今日また新たな動きが始まりました。夜明けとともにここで100の方を県内の、まあ、空手愛好家の皆さんが、演舞するということでですね、もうたくさんの本当にうちなんち以外たくさんのですね、県内外外国人も含めて、世界遺産ザキミ城址に結集しております。皆さんまた空手もですね、みんなで沖縄の伝統文化普及させていくという素晴らしい意気込みでございますので、よろしくお願いします。さあ、皆さんにね、コメント聞いていただいたのは読谷村村長の、ね、コメントでした。朝早くから読谷村の世界遺産に登録されているザキミ城跡の、これ二の角でしょうかね、二の角の方で、ね、各空手の、生徒さん、先生方が集まっておりますけども、このイベント世界で行われたんですよね。世界一斉に行われたデモンストレーション、空手のデモンストレーションということです。全ての流派道場が参加、した空手デモンストレーション、その名も100型沖縄空手デモンストレーションチャレンジ沖縄というですねすごい名前を聞くだけでもなんか強そうな感じなんですけども、これ100連合といって、100回のハードトレーニングをするという古典的な空手の極に、触発されてできたというですね、各会派、流派、一同に揃って、この世界遺産ザキミ城址から、空手を発信したいと思います。よろしくお願いします。はい、今コメントをいただいたのは
妙武館ですね。妙武館の、上地の区長比嘉さんのコメントでしたけども、座喜味城壁に、この百連号というですね、何でしょうこれは上り旗を掲げていますけども、かっこいいですね。でこれ実際に、沖縄県では6時にスタートしたということなんですけども、世界各国で、同時に行ったということで、もちろん時差があるところもねあった中で、はい、あスタートここ沖縄県読谷村ではスタートが、午前6時30分だったということ で世界では、時差があるのでその、ある程度ずれてのスタートということなんですけども、外国からの参加者も正確に同じ時刻に開催したという、そういうイベントでございます。地元道場からは読谷村からはなんと500人近い参加者が集まっております。今ですね、英語で挨拶をしているのは主催者、となっている、方のコメントとなっておりますけれども、ですね、道場バーのオーナー、はい、ディレクターでもありますジェームス・パンキュビッチさんですね、はい、ジェームス・パンキュビッチさんによる、コメントでございますけれども、今それを聞いてるこの参加者、ね、すごい黒帯から、ね、空手を始めた子どもたちが今その挨拶を聞いてるという風景を今動画を見てる方はご覧になられてると思いますけども、城壁の上の方に朝日がねかかってる感じがすごく綺麗ですね。楽しんでくださいね。今日は本当に皆さんのためのイベントですから、自分一人一人で、ね、自分の肩を一生懸命やって、でもこれ、ね、フレンドシップのためですよ。みんな、イチャルバ町での気持ちを持って、最後まで頑張りましょうね。100回目のまで頑張りましょう。OK。では、お願いします。はい。Yeah. Thank you, James.本当に流派、レベル、年齢、性別、その他関係なく、この歴史的な。ただいま紹介になりました松林流の荒垣です。今日はご覧の通りに非常にいいお天気です。そしてまた読谷村では大きな躍進している祭りが今日あります。そのような中で、世界遺産のこの座喜味城、あるいはまた風光明媚なこの座喜味城で着空手、着肩、これを催すと。そして我々この手裏手、那覇手関係なくして空手を愛好する者がこの場所に集まりました。そこで沖縄県はもとより県内外世界へも沖縄の空手はここにあるということを発信できたらいいようになと思います。そこでこの開会をする宣言をいたします。よろしくお願いします。今皆様に聞いていただいたのは荒勝さんということでね、ようこそ世界遺産座喜味城へお越しいただきました。空手の日ということでですね、まさに、沖縄から発祥の地、沖縄から世界に広がった空手を、空手の日を記念して、また再度ですねこの座喜味城から世界に一斉に空手をやるという素晴らしいイベントがですねできることを非常に喜んでおります。これからもですね、未来永劫空手文化が世界各地に、発展していきますよう、記念申し上げたいと思います。本日はみんなで頑張りましょう。ありがとうございます。今コメントを、聞いていただいたのは読谷村長のコメントでしたけれども、100型、はい、100型ということでね、皆さん、こういうイベントが、はい、空手デーが昨日行われました。座喜味城市といえばその、祭りに合わせた、点灯もライトアップも、今日までプレ点灯で行われておりますけども、そんな会場でね、
沖縄空手世界、太陽に向かってね。そうですね。なんだこれ、100連合ということで、今子どもたちが今これ100回突きをするってことなんですか。同じ型を100回続けるということなんですよね。はい、そういう今風景が、動画を見ている方はご覧になられていると思いますけども、こういう感じでね、沖縄から世界につながる、世界の共通する言葉は通じなくとも世界の共通する空手のイベントが、昨日読谷村で行われたということで皆様にお届けしました。これ以外にも実はもっとイベントが行われていたので、そのまた情報は CM 宛てにお届けしていこうと思っておりますよ。ということで一旦 CM に行きたいと思います。あ、皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。よろしくお願いします。 FM786@FM読谷.co.jp まで。一旦 CM です。よっしゃ、ジャイアンツ3段用意、はい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 
観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。今日の放送で450回目の放送、霧のいい450回目の放送もここ読谷村、読谷祭り会場から生放送でお送りしておりますよ。先ほど CM に入る前に皆様に聞いていただいたのは、昨日行われた、百方沖縄空手デモンストレーションチャレンジ沖縄ということで、ね、100連合世界の空手を愛する方々、流派レベル年齢性別その他関係なく、はい、その100の方を連続でハードトレーニングをするという、古典的な空手の、はい、イベントの紹介をしましたけども、本当にね素敵なイベントが行われた空手デイでございました。でこの後皆様にまたお届けするのはですね、これもまたガラッと変わり、読谷村のマスコットキャラクター、はい、あの読谷がなんとパレードをするということで、はい、そのパレードの様子を皆様に、今度は聞いていただくんですけども、読谷村、各名所いろんな有名どころの名所がありますけども、残波岬、ね、本土の方でも残波岬名前は聞いたことがある方も多いと思います。そんな残波岬公園にですよ、はい、秋内の神様と言われている大気、はい、大気像が祀られております。その大気像で、パレード前のセレモニーを行いまして、その後にパレードを、読谷とそして大気に扮した石峰伝説村長が、ね、オープンカーに乗って村内をパレードしたということなんですけども、先ほどと同じようにこちらもインターネット動画で、配信していきます。大気じゃない、あの大変失礼しました、村長は大気に扮してないそうです。ゴサ丸、先ほど紹介した、ザキミ城主の築城家と言われているゴサ丸に扮して、はい、やってないそうです。はい、すいません皆さん、はい、ということで、ね、私が喋るよりとりあえず映像を私見ながら喋りたいと思いますのでよろしくお願いします。まずはこちらお聞きください。読谷祭り記念、大気パレードを始めたいとのセレモニーを始めたいと思います。よろしくお願いします。私商工会青年部赤嶺と申します。では早速、宇田青年会によります奉納舞踊始めます。どうぞ。さあ今、コメントをいただいたのは、商工会青年部部長ひじゃがわがさん赤嶺さんのコメント、そして今、大気像の前で奉納式が行われております。奉納式、踊っていただいて、カジャデ風を踊っていただいているのは宇佐青年会の皆さんでしょうか。はい、大気像の前でそのお祝いの席で、踊られるカジャデ風を踊って、いただいております。でその隣に、ね、残波岬も見えます。そして隣にはこれは、ね、琉球衣装に身を包んだ方々が、その踊りをご覧になられておりますけども、なんか残波岬で大気像の前でこういう風景を見るとすごく沖縄らしさをすごく感じますけどもね。この奉納式を終えた後、パレードをするんですけども、残波岬憩いの広場公園の、駐車場からスタートし県道6号線をそのまま走りまして、そのまま読谷村のこの読谷村役場がある読谷飛行場跡地に戻ってくるというパレードになっております。ところどころで各、ね、保育園に、ね、立ち寄って読谷を披露したりしたそうなんですけども、読谷ね、実際に私間近で見たことないので、私とても気になるんですけども、今日も読谷祭り会場でこの読谷が出現出没するそうなので、皆さんぜひね、まあ、お披露目会ということで昨日もパレードした、そのイベントなんですけども、読谷祭り会場に来たらもしかしたら会えるかもしれませんね。
今奉納祭宇佐青年会の方々が、カジャデフを踊っておりますけども、地方の方々も後ろで三線と太鼓を、奏でております。残波の風を受けて、ね、その三線、まあ、古典、琉球音楽の音色を聞いていただいておりますけども、今奉納式が行われて、でこれから出発式に、はい、移るということで、まあ、パレードですね、出発式と言いますでしょうかね。この、画像を昨日見たんですけども、ね、面白いのがこのパレードしてる時というのはね、読みと後ろ向きで乗ってるんですよ。リキタリキタ、すごい、ありがとうございます。すごいですね。さあ今この試を終えて今から出発という、はい、映像をご覧になっている方はその風景が、見られると思いますけども、すごいですね、バディに乗って、しかもパレードの車というのはこれアメ車ですよ皆さん。かっこいいですね。こちら、バディ、これは多分誘導車になるんですね。誘導車の、はい、今出発しました。はい、村長もこの、オープンカーに乗ってスタート。そしてその後ろを行くのが後ろ向きで乗ってるヨミトン。面白いこれ。ヨミトンかわいい。ヨミトンはね、ヨミタンの特産品の、紅芋、そして豚を一緒にしたイリュージョンさせたマスコットでございます。で今ね、各保育園の子どもたちが今映像で映ってますけども、今か今かとヨミトンが来るのを待ってます。はい、県道6号線、はい、東商店の前でウードの子どもたちが今ヨミトン来るのを待ってます。あ、ヨミトン来た。あ、今ね、残波方面から今、半者向けにウフドー向けにヨミトンが今来ます。まずは、誘導車が通り、村長がオープンカーで手を振り、その後ろに後ろ向きのヨミトン。面白いこれ。いやー、かわいいね。子供たちもすごく笑顔だね。ヨミトーンって言ってたね。はい、でそのまま、県道6号線、ウフドを通って、あ、また沿道にもヨミトン T シャツを着てるね方々が手を振ってパレードを見てますけども、今度は場所が変わって、キナバンジョ前、はい、キナバンジョ前、一具宿ストア前ですね。ヨミタン村内をパレードしています。ウリヒャ、さあ三波岬にある待機ゾーンを出発し、ただいまパレード中です。はい、今池城ストア、ティナ、ティナ番所前を、清峰村長と読谷村と、はい、ティナ番所前を、村長と、そして読谷が通過ということで、あら、そしてこれは会場ですか。会場にも到着したヨミトンを今ね、映像で映しているわけなんですけども、かわいいですね。今今日なんとヨミタン祭り新幹線が、はい、動くわけなんです。その新幹線の前に今ヨミトンがいます。短い手がかわいいですね。で、あら、子供が今ヨミトンに握手をしてますけども、はい、握手、あ、かわいい。はい、ヨミトンって喋らないんですよね。ヨミトンは喋らないということなんですけども、ピンクと、紫のヨミトン倒れかかって今オープンカーに乗って移動してますけども、はい、今待機新幹線の前を、はい、移動して、ヨミトンはそのまま会場に
去っていきました。そんな、ヨミトンのお披露目パレードということで昨日そんなよヨミトンとそして村長がパレードした風景を、動画になられた方々は見たと思いますけれどもね、今日なんとそのヨミトンがこの祭り会場で見れます。今日の祭りは、午後2時から、舞台の方では行われます。で屋台の方はもう間もなくですかね、この後販売が開始されるそうでございますよ。舞台でのイベントは午後2時からとなっております。しかしテナントはもうそろそろ、はい、スタートするということなので、皆さんぜひ読谷村、読谷祭り遊びに行ってください。いや読谷かわいいですね。可愛かったんじゃないですか。実際に身長どれぐらいですか。あれ80メートル、あ、1メートル80もあるんだ。へえ、私より10センチぐらい高いヨミトンね。横幅もすごく大きいので、やはり紅豚と、紅芋を一緒にイリュージョンさせた、はい、マスコットなので、すごく顔も愛らしく愛嬌もある、豚とヨミトンマスコットとなってますので、皆さんぜひね、今日お披露目されます舞台で、ぜひヨミタン祭りに遊びにいらしてください。さあ、お送りしております観光情報番組ヨミタンラジオ、今日の放送もここヨミタン祭り会場から生放送でお送りしております。ね、夜まで生放送、この祭り会場から特別番組をしていきますので、皆さんぜひ FM ヨミタンのブースにも遊びにいらしてください。はい、今日は雨の予報が出てますけども、なんとか頑張って持ちこたえていただきたい、そんな気持ちで、願いつつ、皆様には一旦ラジオを聴いている皆様には CM をお届けしたいと思います。一旦 CM やいびん。
観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。ラジオとインターネットで、聞くことが見ることができるんですけども、今動画でご覧になられている方、映像で今映し出されているのは沖縄の地ビールオリオンビールの麦の雫、そして、沖縄コカ・コーラボトリングさんのコーラが映し出されておりますけども、はい、FM タンの、ね、大切なスポンサーでございますよ。皆さんぜひ沖縄に来た時はコーラとオリオンビールさんの麦の雫をぜひ飲んでいただきたいと思います。ただし酒を飲んだら運転代行5円を使っていただきたいと思います。運転代行5円、956-1000となってます。皆さん、はい、もう覚えました？956-1000番で覚えてください。よろしくお願いしますよ。さあ、お送りしてきた観光情報番組、残り7分少々となっております。ここでこの祭りに合わせて世界遺産に登録されている座喜味城跡のライトアップのご紹介をしていこうと思っておりますよ。昨日もライトアップがされていたということで、多くの方々が、訪れた座喜味城だそうですけども、今日もライトアップが行われますよ。皆さん、この座喜味城跡地をですね、夕方6時から9時までの3時間ライトアップ点灯がされます。昨日今日祭りが開催されるということで、プレ点灯で、皆様にご覧になっていただくということになってますけども、夕方6時から夜9時までとなってます。はい、城壁のこの技術、曲線が非常に素敵な座喜味城跡地にこのライトが照らされるというですね、ロマンと五三丸が作ったこのロマンとロマンチックが一度に見れる、感じられるライトアップ、また夜空に浮かぶこの何でしょう、お月さんなんかがあればもっともっと盛り上がるんでしょうね。まあクリスマスもちょっと気分は早いんですけども、近いね、こんな時期にどうですか、ライトアップ見ながらね、愛を叫んでみてはいかがでしょうか。座喜味城跡地ぜひ遊びにいらしてくださいね。よろしくお願いいたしますよ。そしてもう一つ、なんとこの FM みたん日本一人口の多い村の、ラジオ局 FM みたんなんですけども、この FM みたんがオリジナルのアルバムを CD アルバムを作りました。 FM みたんにね、携わる各アーティストの方々に曲を提供していただいて、その曲を1枚のアルバムにまとめた FM みたんテーマ曲アルバムが完成しております。11月1日に、開局記念日の日に CD 発売の予定なんですけども、なんとラッキーですね。このラジオを聞いてると祭り会場で先行発売しております。もうね、昨日どれぐらいだろう、500名ぐらいね CD 買いに来てないですね。ただ多くの方々は本当にお買い求めになられに来たので、先行発売誰よりも早くあなた手に入れてほしいな。本当ならば1枚ね3000円と言いたいところなんですけども、なんと1000円で販売します。1000円ですよ、1000円で、このアルバムが手に入ることができる。しかも歌詞付きで、デザインもすごく可愛い CD となってます。昨日このラジオを聞いて東京から来た、はい、ご家族もいまして、 CD もね買って帰られたご家族もいましたけども、皆さんぜひあなたもこの読谷のテーマ曲が入った FM タンのテーマソングが入った 78.6 のオリジナルアルバムを、はい、買いにいらしてください。売ってる場所は FM タン、サテライトスタジオその後ろにあります紫色のスタッフジャンパーを着ている、はい、スタッフにすいません CD 欲しいんですけど10枚ほどと声かけてくれれば、はい、10枚すぐ渡して、はい、皆さんに、売りますのでよろしくお願いしますよ。はい、ぜひスタジオの方にも遊びにいらしてくださいね。よろしくお願いいたします。
さあメッセージが届いております。紹介しましょうね。ラジオネームなおさんからです。マサヤさんさん、マサヤさんさんってマサヤさんおはようございます。ラジオネームなおです。昨日お祭り会場で FM 読谷の 78.6 のアルバム CD 買いに行きましたということで、ありがとう、今話してたのに。早速帰りの車で聴かせていただきました。とても素敵な曲ばかりだったので友人にもおすすめさせていただきます。ありがとうございます。今日も読谷祭りに参加します。話は変わり、昨日イオンタウン読谷店の敷地内のパン屋さんで、読谷のパンが発売されていました。おう、その読谷のパンの中身は紅芋あんが入っていました。機会がありましたら読谷何でも調査団で調査してください。ナイスな情報、なおさんありがとうございます。聞きました。皆さん、イオンタウン読谷村フルゲンにある、イオンタウン読谷店のパン屋さんで、ね、今日読谷を紹介したんですけど、この読谷のパンが売られているそうです。中身は読谷の特産品の一つ紅芋を使ったあんが入っているパン、すごくいいですね。読谷のパン、あーぜひ私食べてみたいですね。この、ラジオを聞いてる人、あそうなんだと思った方、ぜひパン屋さんに足を運んで読谷パン、ね、こんなもんだよと差し入れを持ってきていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。さあ観光情報番組、はい、ということで、もう一つ、こちらはスタジオに電話メッセージがあったそうなんですけども、ラジオネームゲッコーさん、昨夜は FM ユタンの社長にもイモニングの三内さんにも会えました、嬉しかったですというコメントをいただいております。ゲッコーさんありがとうございますね。今日ももしお時間がある、はい、お時間があれば会場に遊びにいらしてください。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。さあこの後10時からも特別番組、この祭り会場からお届けします。舞台イベントもね、今日は本当に、最終日となって盛りだくさんでございますので、まだこの祭りに行ったことない方、今日行く方、すべての皆さん、この祭り会場でお会いしましょう。沖縄県を楽しみつつ、ここ読谷村でお待ちしております。また後からや。乾杯。